こんにちは、サンドのささゆりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回は特撮のツッコミどころ10連発シリーズの第4弾ということで、引き続き単独の動画で取り上げるほどでもない簡単なツッコミの数々をサクサクお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。仮面ライダー編。仮面ライダーの第20話、21話に登場したショッカー怪人ドクガンダーは、その名の通り毒ガの能力を備えた改造人間であり、幼虫から舞を経て成虫に変態するという特性を有していました。第20話にて富士山麓のショッカー基地を警備していたドクガンダーは、基地に潜入した仮面ライダー2号一文字隼人を迎え撃ち、山中で彼と対決。激闘の末、妙に裏返った掛け声とともにライダーキックが決まり、ドクガンダーは川へと転落しますが、直後水面にプカプカと浮いてきたのは怪しげな白い眉。我らがライダーはそれを見下ろして曰く、あれはドクガンダーが眉の中に入ってしまったのか。いや、追撃しろよ。一文字はその後も川を流れていく眉を見て、のんきにあれはショッカーの眉だなどと言っていますが、怪人が完全に倒されていないと分かっていながらなぜ追いかけないのか。案の定、続く第21話で、ドクガンダーは成虫となり、再びライダーの前に立ちふさがるのですが、前の間に倒しておけばよかったのでは？仮面ライダーウィザードに登場した幹部ファントムのフェニックスは、その名の通り不死の能力を持ち、復活するたびに強化される難敵でした。昔からこの手の敵は宇宙に放り出すなどして無力化するのがお決まりであり、彼もまたその例に漏れず、オールドラゴンとなったウィザードに太陽まで蹴り飛ばされ、永遠に死と再生を繰り返すという結末を迎えるのですが、太陽まで蹴り飛ばす？さらっととんでもないことを言ってますが、地球と太陽の距離は約1億5000万キロメートル。光の速さでも8分ほどかかる距離ですが、画面を見る限り、大気圏を突き抜けて宇宙空間まで蹴り上げられたフェニックスは、その後、ほとんど一瞬で太陽まで到達しています。前年のフォーゼで月の遠さをしっかり描写していた分、余計に太陽がそんなに近いわけないだろうと突っ込みたくなりますが、空間転移魔法みたいなものを同時に発動しているのか、ウィザードの世界は天動説的な宇宙観で太陽がすごく近くにあるのか、はたまたフェニックスが太陽に到達する描写は実は何ヶ月も後の出来事をイメージ映像として差し込んでいるだけなのか。あー、ひょっとしてまた誰かウルトラキーに悪さしてたのかも。仮面ライダーゴーストの各形態の設定文には、モチーフとなった偉人のイメージを織り込んだユニークな記述が多いですが、武蔵坊弁慶の能力を宿した弁慶魂の設定には、こんな一文があります。弁慶魂にゴーストチェンジした際は、すね部分の耐久力がわずかに低下する。いや、弁慶の泣きどころってそういうことじゃないやろ。あれは弁慶ほどの豪傑でも泣き出すという例えでもって、向こうずれは万人共通の弱点だと言ってるのであって、弁慶のすねが普通の人と比べて特別弱いってわけじゃないですからね。考えてみてくださいよ。エジソンやニュートンのすねと弁慶のすねだったら普通に弁慶の方が強いでしょう。まあ以前も述べたように、ツタンカーメンが時代が1000年も離れているピラミッドの力を使ったり、シンデートリックのイカ様を見抜くことを生業としていたフーディーニが生前のポリシーに真っ向から反して種も仕掛けもないイリュージョンを使ったりと、ゴーストの英雄たちは何かとおかしい人が多いんですけどね。スーパー戦隊編。ご存知、コメディ戦隊の激走戦隊カーレンジャーでは、カーレンジャーの5人の給料の額面が赤裸々に明かされていますが、最も高い月給21万円をもらっているブルーレーサーのドモン直樹は、なんと第1話時点で17歳という設定でした。演じる増島義弘さんが当時15歳という若さだったので、それと合わせる形で設定年齢も若くしたのでしょうが、それにしたって自動車モチーフの戦隊で17歳はやりすぎでは？高校出てない疑惑はともかく、車の免許が取れないじゃん。第5話の予告では遠野直樹がデンジャービークルについて、でも運転するのに大型免許は？とのんきに言っていますが、君はまず普通免許の心配をしなさいよ。
その後第7話の誕生パーティーの翌月に18歳になったはずなので、ドラゴンクルーザーを乗りこなす頃には免許は取っていたのかもしれませんが、高校生設定ありきのターボレンジャーならまだしも、さすがにこっちは当初から18歳の設定にしておけばよかったんじゃないですかね。まあカーレンジャーだから別にいいんだけど。マシン戦隊キラメイジャーのマシンショベロンは、タメトモ大好きのおじいちゃんマシンで、戦闘時には熟練の技を生かしたショベル攻撃で活躍するという設定であり、第1話での初戦闘時にも熟練の技解くと見ようと言っていましたが、ちょっと待って、この人何に熟練してるの？ストーンとしての精神性が老人なのはいいとして、マシンへの変形能力はついさっきジュールのひらめきイングで獲得したばかりなのに、いつショベルカーとしての動きに習熟したんだろう。まあ厳密には熟練の技やベテランキャラと書いてあるだけで、何のベテランなのかは明言されていないので、案外将棋か何かの話かもしれませんけどね。ウルトラシリーズ編、以前取り上げたウルトラマンのスプーン変身の回に登場したメガトン怪獣スカイドン、その体重は実に20万トンを誇り、歩くだけで被害が発生するという存在でしたが、でも彼の二つ名のメガトンって100万トンのことなんですよね。つまりメガトン怪獣スカイドンは 0.2 メガトンしかないんですよ。いいのか？ 0.2 メガトンでメガトン怪獣を名乗っていいのか？それが許されるんだったら、私も再生数20万回の動画をミリオン動画っつって宣伝するぞ。ウルトラマンガイアに登場する特捜チームシグには、ミッションエリア内に肉親がいる隊員はその任務から外れるという規定があり、第30話ではゴキグモンに襲われたビルにアツコの姉リツコがいたため、アツコがオペレーターの任務から外れるというシーンがありました。でもその割にガムは実家の母親や父親がすぐ近くにいる状況で2回もミッションに参加してるんですよね。第5話では帰省中にたまたま怪獣が出現し、なし崩し的に関与しただけなので、まだ休暇中の行動ということで流せるかもしれませんが、第28話の方は普通に父親の近くで作戦行動をとっています。まあ以前独自解釈の動画の第2弾で述べたように、ガムがガイアだと知っている石室コマンダーが独断で認めたのかもしれませんが、いやでもやっぱり第30話で出た服務規定の設定の方が浮いてるのでは？エリアルベースだけにね。オールジャンル編、1973年先行者により制作されたスーパーロボットレッドバロンは、巨大ロボットものとスパイアクションものを組み合わせた意欲作として知られ、ヒロインの大胆なアクションやその後のシリーズの不幸ぶりも相まって今日でもよく話題に上る一作ですが、主人公の紅剣がレッドバロンに乗り込む方法はパッルダーオンとかではなく、生身でレッドバロンの肩まで飛び上がり、首元の搭乗口から中に入るというもの。いやいや、レッドバロンって40メートルあるんですが、紅剣はサイボーグか何かか？しかも、ちゃんと足元にもエレベーター付きの搭乗口があるのに、なぜわざわざジャンプする？やっぱり、同じ先行者の作品だけあって、こういうところは、アイアンキングの静香源太郎の後輩って感じがしますよね。ザ・影スター、いやこれはザでいいのか。世界忍者戦ジライアでは、ジライアこと党派の敵や味方として個性豊かな世界忍者たちが続々と登場しましたが、アイアム偽物などノーサンキューの名言で知られる常忍フクロウ男爵をはじめ、その多くは世界忍者というか面白外国人という感じでした。その一人ビリーザキッドの末裔とされるライニンワイルドは、第20話での共闘を経て第33話で党派に再び挑戦してくるのですが、その挑戦状の文面がさすがアメリカン忍者だけあって英語で書いてあると思いきや全部ローマ字。しかも宛名は日本語のワープロ打ちで、往復はがきの雪まで抑えているという日本通ぶり。お前もうそこまでするなら本文も日本語で書けよ。もっとも本作の真に恐ろしいところは、彼程度は世界忍者の中では大して変人の部類でもないということですけどね。改めて考えると何なんだろう世界忍者って。ということで今回は特撮のツッコミどころ10連発シリーズの第4弾をお送りしました。今回も好評であれば引き続き第5弾以降も続けていきたいと思いますので、皆さんもこれはというツッコミどころをご存知でしたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。
はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せているので、こちらも良ければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。